あれが、デッドプール最大のクリーチャー、SCP-354-14 だー。よし、早速戦闘準備だぜ。って、あれ？消えた？まったく予想外の事態で草。え？これどうなってるんだ？まさか池に戻っていったとか？いやいや、ひょっとしてだけど。やっぱり。ちょっと待て、これはどういうことだよ。実は、SCP-354 の収容施設、海の上に建設してるんですよね。だから、池の底に穴が開いていて、体の大きいこの SCP は現れた途端沈んでしまったと。こんなこと誰が想像できたでしょうか。ほんとだよ。っていうか、これどうするんだよ。前代未聞の事態だぞ。とりあえずこれまで通りナーフな銃を撃ってみるしか。おやおや。全然届く気配がないんですね。いや本当にどうすんだよこれ。ダイヤのブーツに水中歩行をつけたらワンチャンなんとかなるかも。うわわ、前、上がってきてるって。うわ本当だ。そしてまた引っ込んでいったけどな。あちゃー。今の間に仕留められたかもしれないのに。は、ひょっとしたら、この SCP、定期的に上がってきてくれるのかも。水面に上がってきたその瞬間にナーフな銃を撃ちまくる。正気はそこしかないぜ。そうと決まればスタンバイだね。よし、また上がってきた。ナーフな銃を撃ちまくるんだぜ。って、うわわ。捕まえられた。なるほど。近づきすぎると捕まってしまうのか。これは別の穴から攻めていくしかないな。どうしよっか。うわまただ。ナーフ銃をくらえー。やったマリサ、やったよ。見事 SCP-354-14 のゾンビ化に成功しました。闇雲に撃ったナーフな銃がヒットしたんだな。一時はどうなることかと思ったけど、うまくいってよかったんだぜ。というわけで、二度目のレッドプール戦でした。そしてベッドでくつろぐという。皆さん、いかがだったでしょうか？まあ、レッドプールのクリーチャーは一通り紹介できたんじゃないか？一段落ついたことだし、拠点に帰って、次の作業に入りましょう。コメント返信はこの後すぐなのでお楽しみに。それではオープニングどうぞ。今回は EMC 集めから始めていきます。SCP-914 を使って、金リンゴを上位金リンゴに変える、パート6で紹介した EMC の超効率収集方法だな。ベリーファインにセットして起動。あとは、ここでくつろいで待つだけですね。ここにもくつろぎスペースを作りやがった。今回はベッドにも色をつけてみました。私とマリサをイメージした配色だよ。変なとこでこだわる。っていうかなんかパソコンあるんだけど、これ何に使うんだよ。あ、これはあれです。YouTube を見てダラダラ過ごすようです。そんなことだろうと思った。まあ、上位金リンゴが出来上がるには6分以上かかるので、気長に待つことにしましょう。というわけで今回はここでコメント返信のコーナーです。寝転びながら返信するのか。前回もたくさんのコメント、本当にありがとうございました。そして、今回も Twitter でファンアートをいただきました。ありがとうございます。というわけで、まずはコメント返信からしていくぜ。では最初のコメントから読んでいきましょう。ナーフでエンドラを撃ったらどうなるのかな？どんなモブもゾンビに変えてしまうナーフな銃、それをエンドラに撃つと、どうなるんだろうか？まあ、これはあくまで私の予想ですが、間違いなくゾンビになるでしょうね。間違いないな。ナーフな銃に特化した企画とかやってみても面白そうなんだぜ。というわけで、アイデアコメントありがとうございます。では次のコメント。ファンアートって、一人一枚までとか、送るのは一人一回まで、という決まりはありますか？さて、ファンアートについての質問をいただいたぜ。いえいえ、特に制限は設けてないです。投稿したいイラストが複数あれば、ぜひ複数投稿してくださいませ。もし、定期的にイラストを描きたい、という方がいらっしゃる場合も遠慮なくどうぞ。また、いただいたイラストをすべて動画で紹介できるとは言い切れませんが、できる限り動画で紹介していくので、イラストの投稿をお待ちしております。では次のコメント。イラストのハッシュタグ、サクアート、みたいな感じですかね。さて、ハッシュタグのアイデアを複数の方からいただいたぜ。ご提案ありがとうございます。私も考えてるんですけど、結構難しいですよね。特に、他と被らないようにするのが至難の業。と言っても、やっぱり決めていかないとな。今回もハッシュタグのアイデアをくださると嬉しいです。最終的に私が判断します。というわけで次のコメント。不死身の爬虫類にナーフな銃を撃ってください。なんかナーフな銃がかなりの人気だな。この他にも、ナーフな銃を撃ってみてほしいという投稿がちらほら。これは近々企画を考えないとですね。というわけで、アイデアありがとうございます。では次のコメント。相川桜、オブジェクトクラスケテルからアポリオン。SCP を収容違反させる性質があります。収容違反を起こすちょっと困った SCP。相
相方のマリサは失敗である。今回もオリジナルの SCP 文章をいただきました。力作ありがとうだぜ。そして、マリサの失敗ノルマも達成、やったね。いやマリサの失敗ノルマってなんだよ。というわけで、照れちゃう可愛いマリサちゃんでした。痛い。というわけでコメント返信はここまでだな。この他にもコメントをくださった方、ありがとうだぜ。さて次は、イラスト紹介のコーナーです。今回、なんと2枚もイラストをいただいちゃいました。それでは1枚目をご紹介。前回のワンシーンを書いてくださいました。レッドプールからガンツが出てきたのに、お構いなしに眠る桜。可愛いんだぜ。三角座りでうとうとしてるのがとってもキュート。イラストありがとうございます。では次の作品。私とマリサのイラストをいただきました。雰囲気のある色合いとタッチ。クールで繊細なイラストなんだぜ。特に二人の目の表情が好き。あとリボンのお揃いの感じもめっちゃ好きです。イラストありがとうだぜ。というわけで、コメント&イラスト紹介でした。そして、今回もコメント募集してます。どしどしコメントお待ちしてますね。イラストを送ってくださる場合は、桜のツイッターアカウントにどうぞ。さて、結構経ったけど、まだリンゴが完成しないな。では一旦カットしましょう。さて、終わったみたいだな。これだけ EMC を集められたら次の作業も大丈夫そうだね。次の作業？何を隠そう、めちゃくちゃ EMC を消費するので。というわけで、一旦拠点に帰りましょう。今回は久しぶりに、プロジェクト E のレシピを紹介したいと思います。まあ、最近ほとんど紹介できてなかったもんな。今まで紹介してなかったものも含めて、テンポよく行きましょう。賢者の石を使って、石炭をめっちゃ凝縮して、エターナリス燃料の完成。この時点でだいぶはしょったな。エターナリス燃料と、ダイヤモンドブロックで、ダークマターの完成。ダークマターとダイヤモンドで、ダークマターソードができます。次に、エターナリス燃料とダークマターで、レッドマターの完成。ダークマターソードとレッドマターで、レッドマターソードができます。今までに作ったことがあるのはここまでだな。というわけで、今回作りたいアイテム作りに入っていきましょう。ダークマターを使って、ダークマター装備をクラフトできます。そして、ダークマター装備とレッドマターを組み合わせて、レッドマター装備の完成。さて本番はここから、溶岩バケツ6つとダークマターで、灼熱の再起の完成。灼熱の再起と鉄インゴットで、鉄の指輪の完成。ダイヤモンドとメビウス燃料で、クラインの星アインの完成。それを4つ集めて、クラインの星椿。さらに4つ集めてドライ、ビア、スフィア。さらに集めて、最終形態、クラインの星オメガの完成。羽とダークマター、鉄の指輪で、風滑る狼王の指輪の完成。さていよいよ最後、風滑る狼王の指輪が2つと、クラインの星オメガ、レッドマターブーツで、ジェムのブーツの完成。プロジェクト E 装備の最終形です。やっとクラフトできました。怒涛のクラフト祭りだったな。しかもこれ一つで EMC が2000万、どんだけコスト高いんだよ。ふっふっふ。実はこのブーツ、超絶高コストに見合うほどの、超絶チート性能なのです。それでは早速履いてみましょうか。なんか一瞬画面が。で、歩いてみるとこんな感じ。いや早い早い。え、ちょっと待って、歩き？これが歩きなの？そして走ってみるとこの通りです。いや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 、なんだよこれ、速いとかいうレベル超えてるだろ。というわけで、チート級に足が速くなるブーツです。で、今回はこのブーツを使って、とある実験をしてみようと思います。一体何をする気なんだ？というわけで、SCP-96、社以外の施設にやってきました。本シリーズで取り上げるのは3回目だな。さてマリサ、この SCP の特徴は何だったっけ？確か、自分の顔を見た人に対して、猛スピードで襲いに行くんだっけか。そう？つまり、猛スピードで逃げれば問題ないのです。え、どういうことだ？まさか。というわけで、この施設の壁を壊しちゃいましょう。いや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 、まさか。まさかとは思うけど今回の企画って。その通り、このブーツを履いて、試合外と追いかけっこしてみようと思います。いやー。さて、いい感じに外に出てきてくれたので、早速敵対させてっと。そんな軽々しく敵対させて ESCP じゃないだろ。そして、試合外の体力を見るのは初めてですね。追いつかれたらひとたまりもないんだぜ。本当に。逃げ切れるのか？さてそろそろ始まるぜ。緊張感をお伝えするため、ここからノーカットでお送りします。さて、追いかけてきたぜ。うわ、ちょちょちょ。一気に体力を持ってかれてしまった。全速力で逃げるんだぜ。よし、うまく脱出できたけど、確実に追いかけてきてるよこれ。ここで施設の横をターン。しかし、社以外はまだ桜を捉えている。速度は大体同じといったところか？ちょっと引き離したかな？一旦様子見。しかし社以外選手、さらに一撃を加えてきた。なんかスポーツ実況みたいになってる。おっとここで桜選手。ジェムのブーツの能力で堂々と空中飛行。これは立派な反則技になります。いや反則とかあるの。こうでもしないと追いつかれちゃうんだよ。よし、もう一回空中飛行だ。しかし、逆に突っかえてしまう桜選手。
が、その後の飛行で大きく引き離した。この反則は1年間の出場停止処分となります。だから競技じゃないよ。どんどん差を縮めるシャイガイ選手。そろそろ次のターンだが桜選手曲がれるか。おやー。その後ナーフナ銃でゾンビに変えましたとさ。シャイガイかわいそう。